10年前の今日、2005年11月1日、湯田町と沢内村が合併し、西和賀町が誕生しました。今日は西和賀町10年の歩みを紹介します。まずはこの10年を細井町長に振り返っていただきました。町村合併という本当に歴史に残る一大行事、そこからですね、10年という、今年は記念すべき年になっているというふうに思います。それぞれの町が村が一緒になるわけですから、大変ないろんな、犠牲は避けられないんですけども、住民の皆さん本当に苦労されたというふうに思いますね。その思いが一番強く、残ってます。その中からですね、やはり、我々の使命としては新しいものを一つ一つその築き上げるというような、そういう視点が必要かなというふうに思っているところであります。合併によりさまざまな統廃合も進められました。学校は湯田地区の3校、沢内地区の4校が並行し、新たに湯田小学校と沢内小学校が開校。子どもたちを守り育てる環境が整いました。昨年度は湯田ダム錦秋湖が完成から50年を迎え、町立西和賀沢内病院も開院。地域医療の歴史に新たな1ページを刻みました。その他、特色ある地域づくりを目指し、さまざまな取り組みが行われてきました。西和賀町はとにかくチャレンジし続けるということが必要というふうに思います。食と観光という言葉を、そのキーワードにしておりますけれども、農業を取り巻く環境の厳しさ、あるいは人口減少の中でですね、やはり地域にあるこれまで気がつかなかった地域資源の発掘とかですね、そういうことに着目しながらやればできるという、住民皆さんの強い思いが、これが絶対大切だと思います。誕生から10年を迎えた西和賀町、これからも未来に向かってチャレンジし続けます。